おはようございます。ただいまがですね、夜の11時なんですけども、今からですね、東京に向かいたいなと思います。で、東京に行くのは新幹線とか、バスではなくて車で行きたいなと思うんですけど、まあ、理由は途中でサーフィンしながら、ノースフェイスに寄りながら行きたいなと思うので、嫁ぞが寂しそうに今こっちを見てます。ちなみに今回は一人で行くので、まあ自由にプリウスちゃんと仲良く行くわけなんですけど、それではこれが、僕の3泊4日4泊のプリウスです。じゃあサーフボード着替え、一応撮影用にジンバルで、お気に入りのレインボーサンダルちゃん、一応こういうオフ会があるのでオフ会の時用のカバン、布団、いつものリュックというのが僕の、東京へ向かうまでの荷物です。なのでプリウスとサーフボードがあれば、まあ、大概楽しめるという流れになっております。まあ行くわ、はい、またな、4日後ぐらい気をつけてね。うん、はいはい、ほんなね、バイバイ。はい、それではですね、ただいまが1時で、御在所の方に来て、でトイレ休憩したんですけど、まあ、どこのサービスエリアで車止めて車中泊しようか考えてるんですけど、車中泊自体が僕人生初で、多分そんなこと二度とせえへんやろと思ってたんですけど、まさかそんなことする日が来るとは思わなかったですが、なんか夜の高速ってちょっとだけワクワクして、どこまで行こうかなみたいな自分で全部考えて動いてるんですけど、まあ、もう少しだけ運転して車中泊の準備をしたいなと思いますので、もうちょっとだけ運転頑張ろうかなと思うので、愛知県内は行きたいなと思います。では続き頑張ります。はい、それではですね、ただいまの時刻が2時半という感じで、浜名湖のサービスエリアに来ました。多分人生で考えたら1回ぐらい来たことあるはずなんですけど、あんまり僕運転しなかったので覚えてないんですけど、今からは、車中泊の準備を進めたいなと思います。先にトイレ行きます。では、車中泊の準備です。どうぞ。サーフボード1枚と178センチのおじさんが1人、多分ギリギリ寝れるんちゃいますかね。なんかこの男の旅感がとても楽しみで、あとはもう寝るだけなんです。また数時間後お会いしましょう。今が3時前なので寝ます。おやすみなさい。おはようございます。起きました。ただいまが朝の7時30分というところで、めちゃくちゃ寝てましたが、息が出てきて蒸し風呂のように暑くて、サウナかなと思うぐらい暑かったんで起きてしまいましたが、これ火が入って5分だったから昼まで寝てましたね。暑すぎるので次に向かいたいなと思います。行きましょうか。外はすっかり明るくなってますね。こちらです。それで準備していきたいなと思います。起きた瞬間これどこやと思って、よう考えたら今車中泊してんやって、ふと我に返ったんですけども、スターバックスが開いてたんでスタバのコーヒー買って、今からサーフィン行こうかなと思うんですけど、現在が8時でだいぶ起きんの遅れちゃうんですけど、サーフィンに向かいます。昨日ですね、インスタで静岡でサーフスポットおすすめありますかって聞いたら、静波が一番人気だったんで、ちょっと静波っていうところに向かいたいなと思います。ここからだいたい1時間ぐらいかかるんで、ちょっと1時間運転してみたいなと思います。それでは到着しましたね。降りたいと思います。近いな。皆さん、これがどういう状況かというとですね、このようになってます。そして向こうを見れば海がずっと見えてるという、これは完全なる丘サーファースタイルですね。海の真ん前まで来て寝るだけという、まあ、もうちょっと波が落ち着いたら入りたいなと思いますが、とりあえずしばらくはこの豪華サーファースタイルを十分に楽しんでですね、ちょっとうとうとしたいなと思います。
それでですね、ちょっと休憩2時間ほどしてしまったんで、ちょっと途中もう帰ろうかなと思った時もあったんですけど、せっかく静岡来たし、行きたいなと思って、今着替えて今からやっと行く感じでございます。ちょっとサクッと行って、この後御殿場のアウトレットに行ってノースフェース見たいんで、まあ、そんな遅くまでいないんですけど、まあ、2時間ぐらい折れたらいいかなと思って。I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing. それではですね、あれからですね、見事にですね、波に揉まれてですね、ぐちゃぐちゃになったので、すぐに上がって。帰る準備をして、今からは、もっと関東方面に行きたいなと思いますが、先ほどもちらっと言ってましたが、御殿場 のノースフェースに今日は行くつもりなので、まあ、ひとまずそっちの方をちらっと向かって行って、多分2時間ぐらいここからかかると思うんですけど、今が2時なんで、まあ、2時間ぐらいかかっても夕方には着くんかなっていう感じで、まあ、ご飯とか食べながら行きたいなと思います。ですね、昼ご飯はコンビニで、お弁当を買いました。これ絶対嫁と聞いたら、こんなコンビニで昼ご飯済ますことなんか絶対ないんですけど、まあ、これは男性の方やったら分かってもらえると思いますが、まあ、たまにはそういう時もいいかなと思って、コンビニのセブンイレブンでチンするラーメンみたいなを買ってきました。これは明日も別に特に誰とも会う用事がなくて、明後日の25日の土曜日に、東京に着けさえすればいいので、それ以外の予定は今のところないので、もうのんびり行くので、うわーうまそう。ではいただきます。ニンニクが効いてますね。誰かと会う予定やったらこれは絶対食えないですね。それでは初の御殿場着きました。なんか車が降りた瞬間、うわー着いたーって嬉しい気持ちあったんですけど、パッと見たら車にフンつけられてました。行きましょうか。ちょっと夕方になって寒くなってきたんで、まあ、こんなこともあろうかと思って、旅行には最適なスワローテイルベントフーディーを持ってきました。なのでもうこれを今から着たいなと思います。じゃあ寒いので、こんな感じなんですね。さてノースフェイスはどこかな。あった211。もうさてもう多分近くまで行きました。おっとナイキ。さてノースフェイス到着です。じゃじゃん。では行ってまいります。はい、それでは行ってきました。購入もしてきました。これはですね、2つ買ったんですけど、これの購入品紹介もしないんですが、嫁蔵にお土産で買って、 T シャツとあとジム用のハーフパンツを買いました。写真出します。こちらです。結構、まあ、数が多くて、レディースメンズともにあったんですけど、意外やったのがキッズがマウンテンバーサマイクロもあったし、6000何本とかにあったんですかね。とあとマウンテンジャケット、ゴアテックスのあれが2万1000ぐらいであったりして、子供用のがこんなとこあんねやと思って、まあ、数はやっぱ結構多いなっていう感じでした。まあ、それ以外にメンズで言うと、メンズもマウンテンバーサマイクロのオレンジとか、ちょっともうこれはノース好きじゃない人からしたら暗号やと思うんですけど、スワローテイルのベントじゃなくてスワローテイルのジャケットがあったり、多分去年モデルやと思うんですけど、まあ、そんなんがあったりとかしてる感じで、まあ、店員さんともちらっと話してたんですけど、まあ、僕は御殿場も来ることはないとは思うんですけど、近々また T シャツ入荷すると思うんで、また T シャツが入荷してないらしいので、まあ、数はそんなないんですけどって言ってはったんで、多分もう時期に T シャツが入ってくると思うので、T シャツ狙ってる方はもうちょっとしてから行ってみたらいかがかなというふうに思います。ちなみにノースフェイスの店員さんとは服の話はほとんどせんと、ずっとサーフィンの関東でおすすめの場所を聞いてました。僕明日横浜の鵠沼っていうところに
なんか行こうと思ってるんですけど、そこどうですかみたいな聞いたら、あーそこロングボード多いですよみたいな感じでいろいろ教えてもらって、まあその話ばっかりしてたんであんま服の話はしてないんですけど、はい、それでですね、ブラブラ東京へ向かう第1弾の動画がまあこれで終わりにしたいなと思いますので、見てもらってありがとうございました。